なんでしょう、こちらのファンが。ご無沙汰してます。最後にライブしたのが埼玉のアリーナライブ236ってことで、まあ武道館とかいろいろ武道館とかなんかあと武道館とかいろいろ私なりにやってきたつもりなんだけど、まあ今日は八重洲のビッグエコーです。いろんなステージを今まで踏んできた中でなんか今日も歌ってるな、なんかいつもここでターンするところでなんかもうなんかステージになんか傷とかついちゃって、あ私いつもここでターンしてるなとかなんか思っちゃうわけなんだけども、まあ、いつもボトパンとかでなんだけども私なんかさ最近思うのはなんかなんていうのかあどこで私がライブするかとかいうことじゃなくて誰と一緒にライブを過ごすかキャッチなんですけど、なんか、まあ、そんな深い意味はマジでないですけど思うのね、みんなもそうだと思うんだけど、なんていうのかな、本当にもう今日は来てくれてありがとう。なんか私本当に相変わらず、まあ、お家に引きこもってることとか結構多くて、なんか引きこもってますとか言ってなんか 2,3 年前から言ってるけど、まあやっぱりいまだに引きこもってるんだけど、なんか私まあ友達って言える人間がまあ5人ぐらいいればなんか そこら辺はなんかヘビーローテーションしながら遊んでいければいいかななんて結構思ってたんだけど、お酒飲むのだってもう5人ぐらいいれば十分だし、だけどまさかこんなにたくさんお外でね、今日もまあ50人ぐらいのみんなとお外で遊ぶことになるとは思ってなくて、本当になんかなって言っていいのか本当によろしくお願いします。やってないなんかこんな感じは、まあそんな感じなんですよ。本当にってことでまあ歌いたいと思います。最近なんかいつもみんなの前で歌うときとか本当にいつも風邪ひいててなんか風邪が治りかけでなんかいつも鼻声でごめんなさいって感じなんだけど、なんかあそれで考えればなんか2年前のライブとかもなんか鼻声だったなーなんて、思ってます。まあそんな感じで、じゃあですね、次歌う曲実は決めてないんだ。決めてなくて、なんか今日のなんかモーションというかパッションというかモーションなんていうのかな、そんな感じで決めちゃおうかなみたいな、こんなってなんかその日によって違うじゃない、わかるよね、なんかそんな感じで今の私は何を歌いたいんだみたいな、なんかその時の自分になんかこう、ガチッとパンチ食らわしてやるぜって、なんかそんな気持ちで、そうですね、何がいい、結局人に聞こうかなっていう、まあ、そういう感じなんですけど、何でもいい、何がいい、トラベリング、お、いいね、お、お久しぶりです、新しいの、まあ、誰かわかんないんですけど、多分私はファンだと思います、コアな、じゃあ、トラベリング本当に、久々にやばいね、やばい曲ぶっ飛ばしていくぜってことで、みんなついてこれるか、ちょっと本当よくもうちょっとなんか悩んでるぞみたいな、なんかもう生きるの苦しいんですけど生と死とは何かみたいな、そういう感じで言ってほしい、ちょっと悩んでほしいな、みんなに、それじゃあ、ちょうどいいんで、じゃあノリノリの曲ってことでみんなで一緒に幸せになろうぜってことで、まあ幸せなんて本当はないと思うんだけどって感じで歌ってると思います。じゃあトラベリングいくぜ、
しよう。行くかな。目的地はまだなんだよっていう、あの深い意味2回と、この曲もなんかあの一見明るい曲に聞こえるんだけど、みんな一歩ずつ死に近づいている、そういう意味で作った曲で、こんなに明るく頑張ってても楽しいことなんて一生続いていかないんだよっていう、今あ幸せだって思ったら次は絶対悲しいことが起こるし、こう楽しいことは一瞬で終わっちゃうんだよっていう、そういうことです。そんなこんななんですけど、もうほんとなんかもう一回音楽業界死んじゃえばいいのに。本当にねやばいよ、もう日本はこうなんか崩れ落ちていく。早速聞いたんだ。崩れ落ちていく、なんかもうあのなんていうかな、なんていうかな、家屋をもう見ているような、家屋家屋をね見ているような、こんな感じで、あもう一回ゼロに戻ればいいんじゃないとか思っちゃう感じもぶっちゃあるし、ぶっちゃあるしぶっちゃあるんだけど、まあ、あのまあ悪い意味じゃなくて、本当にあの私本当に今その現状っていうのは、音楽業界がどんどんダメになってる現状っていうのは携帯電話にあるんじゃないかって思ってて、でみんなあの本当お金のない子供たちが、みんなはまあお金持ってるんだろうけど、お金のない子供たちがこうやってあの歌を安くタダでこうやってあの自分のリスペクトするあのアーティストたちの曲はあの自分の iPod に入れるって、私も大好きだしそれは OK だと、全然 OK だと思うのだけど、やっぱりこう自分が応援するアーティストにお金を払ってこう CD をこう買いますみたいなのって、本当に応援する気持ちだと思うし、本当にあのお金がないと CD 作れないですよ。だからそういう意味であの頑張れっていう意味も、もっともっと歌を作ってくださいって思うんだったら、もっと CD 買ってください。わかりやすい。わかりやすい。はい。おー来た。お金をください。ジェニカムバックトゥーミー。ジェニカムバック。ジェニカムバックトゥーミー。うまいことね、歌いますじゃん。あのね、まだあの覚えてないんだよね。あとね、まだね、ちょっとカラオケがね、出てないの。疑わないんだ。だからまああと1年以内には、Come back to me。ありがとうございます。かわいい。かわいい。ごめんね、声優で。ほんとね。左のポッケニャ。ありがとうございます。これも次回用チャーター、次回用セスナーチャーターするときにまたなので、今移動する飛行機に乗ってあのちょっとロサンゼルスとか行くときもクマちゃんの席もちゃんとお金払って取ってるっていう、その時のなあのクマちゃん の飛行機台にしたいと思います。じゃあ、ここでやっぱりこの曲歌ってた方がいいということで、宇多田ヒカルデビュー10周年記念、そして宇多田ヒカルアルバム発売記念、そして宇多田ヒカルオフィシャルブック発売記念テント戦ということで、ここで、ファーストラブを、イエーイ、なんですけど、まあ要はなんだかんだ言ってやっぱファーストラブってことなんですけど、それじゃあですね、もう音楽業界マジで死ねっていうそういう気持ちを込めて、みんなの初恋と一緒にそこの複雑なところ、なんていうかな、ちょっと切ない気持ちと、でも頑張る、私頑張る、そんな気持ちで歌う。あ、ごめんなさい、ちょっと一緒、あのもう無理と思って。ファーストラブ、心を込めて歌うので聴いてください。今日本当にありがとう。
いいよかったですね今日は。合間合間の松浦沙耶が今日は良かったですね、はい、特に。合間合間のね落ち着きましたね心が。今日は ね延長でやらせていただきましたね。でということでございまして、はい、簡単にあの出演者の方をねあの、はい、紹介したいと思います。そうですね。から、はい、お願いします。こちら誰でしょうか。島城八。はい、島城八。そして、はい、そしてマーガレット・カワウだ。マーガレット・カワウだ。はい、気持ち悪い。おしゃれ。そして松浦沙耶がないメイバーパワフル聖子。パワフル聖子。いるよねいるよねいない。さあそしてトンボ強し。トンボ強し。どこで買ったんでしょうかこのジャケットは。やばいおしゃれですね。アナクソのマリコ。アナクソマリコ。アナクソマリコ。そして私マロンリョウでございます。えーマロンに。そしてスペシャルゲストミラクルヒク。告知あるんですね。告知がありますよ、はい。私が、いつも出演しております爆笑そっくりモノマネ紅白歌合戦、はい、こちらの方がありがとうございます、ね、お久しぶりです言っておきます。そう言っておきます、はい。4月の、はい、4月7日、はい、4月7日、花祭りの前日に、はい、放送されますので、はい、ぜひ見ていただきたいと思います、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。色モネア放送まで決まってないんですけども16日にね4月でしょ、ね、16日どうしますか。ありがとうございます。まあ、大体私の予定をここまでしても教えてもらうシステムにはなってるんですけども、そう私一発ギャグとか面白いことで頑張んなきゃ。頑張りますよ。物ボケとかあるでしょ。物ボケサイレンスサイレンス。一応ねあのどういうものがあるかは何回も巻き戻してチェックはしてるんですけど、ストッキングをどうやら使いたい。どうやら使いたいね。ねえ、それはどう使うか見てのお楽しみで。お楽しみということでよろしくお願いします。はい、ミラクルでした。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。そして今日はもう、ね、たくさんのお客さんで、はい、ありがとうございます。今日は楽しんでいただけましたか。イエーイ。この後ねあのタレントが挨拶に行きますので無視なくはしないようによろしくお願いします。こちらから花園マリコです。イエーイ。 ありがとうございます。いきなりいただきました。いいタイミングで。ありがとうございます。壊れかけのレディオ。